はい、再びアークの世界へ戻ってきました。続きをやっていきましょう。目の前に緑色の柱が立ってますね。前回自分が死んだ場所なんだけど、まあ、ギガノトサウルスにぶっ殺されて、そこにね、いるわけなんだけど、もう何回自分は死ねばいいんだと、何回自分は殺されれば気が済むんだと言いたくなるわけだけど、ギガノトサウルス、いるの？いないの？いたー、めっちゃいる。もう、なんか食ってる。めっちゃいる。めっちゃいるんだけど。いやー、今の段階でもね、ギガノトサウルスに手を出す、喧嘩を売るっていうのはね、もうやめた方がいい。まだいろいろレベルが足りなすぎっていうか、エングラムが足りない、単純にね。単純に、エングラムが足りない。結構ね、いろんなコメントの方で、このギガノトサウルスをテイムする方法を教えてもらったんだけど、エングラムが足りないね。またね、テイムすることができても、サドルがないっていう状況にも、まだ、到底サドルもできないからね。まあ、とにもかくにも自分の前回死んだアイテムは回収していきたい。大丈夫か？こっち来るなよ。こっち来るなよ。来るなよ。あれ？あった。今のうち。いやー、アイテムぶっ壊されてるもんな。この辺あれだよね。アルファ種が結構いたから、レベルアップ？経験値稼ぎに来ようかな。ね、そうしようかな。おお。いますね。アルファ種。アルファ種、アルファカルノとアルファユタラがこの近くにいたのは確かなんで、ん、いた。 即いた。アルファユタラここにいるのが分かったんで、どうしようかな、どうしようかな。もう呼んじゃおっか。ちょっとリスクあるけど、ここまでギガノと来るか。虫が多い。どうしよう。虫怖い。虫やだ。虫。虫虫。虫虫。まあ、装備、まあ、壊れてるんでね、一旦戻ろっか。到着、戻ってきた。そう、大事なこと忘れてたんだけど、シマウマタンを復活させよう。そう、そう、そう、すげえ重要なこと忘れてた。あ、そういえば、サドル潰されちゃった。拾ってこなかったな。まあまあいいか。まあサドルぐらいはね。陸地をも蘇らせたいけど、いや、有効期限減ってきてるな。あった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 。よし、そう、まず一旦ね、蘇らせてあげたいからね。できた。いいんじゃないですかね。いいんじゃないですかね。あー、でもダメか。琥珀の数が14しかない。じゃあ無理か。ちょっと、一定っていうか、溜まるまでエクスさんをちょっと蘇らせるのは我慢しよう。アルゲンタン結構死なしちゃったからな。じゃあ、アルファユタラ倒しに行こう。経験値稼ぎ、行きます。さあ、ミドルジャンパーに戻ってきたんだけど、いたね。目の前にいた。早いよね、アルファユタラ。さあ、こっちじゃ。おらー、アルファユタラよ。俺が勝負じゃ。おら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 。もうスピードがおかしいんだよね、こいつね。ああ、自分からこう突っ込んでくれるから、
い感じ。おお、面白いんじゃない、やったぜー、やったー。またなんかいる、よし、経験値かなり入ったんじゃないかな。どうしようかな、欲書いて、欲を書いて、あんまり書いちゃいけないんだけど、カルノ探しに行こうか、アルファカルノ。いたよね、この辺ね。それと同時に、ギガノトサウルスもいるわけだけど、なんか、もう危険なこと、危険なことに、もう、どんどん、混んでいきたい、やっていきたい。もう人格破綻者なんだよね、うん、いやでもきついかな、さすがにね。この森の中で見つけるっちゅうのは死なんだ、うん、よし、じゃあひとまず帰るか。おお、目の前にアロサウルスが、パラケラさんを、やめろー、経験値くれえ、この野郎、経験値、おら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 、やったー、レベルアップ、ありがてー、地味に、アルゲンさんが、やったー、レベルアップ、これで、やったー、マックス今6000超え体力。いいね。このまま体力1万超えいこう。それでもね、ギガノトには勝てないけど、強すぎなんじゃ。